いや、かなり進んだが、巨像んとこにはまだ着かねえのか。ははは、焦るなよ、フランキー。この石板に刻まれている内容は。どうかしたの？気象についての研究が書かれているわ。面白そうね。もう少し聞かせて。観測と実験、それもかなり高度な。ただそのどれもが実際に空の上で実験しないとわからないような内容なの。内海で見た風車もウェザリア式のものだったわ。司法の塔にあった研究資料にもワフルドは空から落ちてきたと書かれていた。つまりワフルドはかつて空にあって気象の研究をしていた空島だったと考えるのが自然ね。驚きだわ。ハレダスさんは知っているのかしら。また青の扉か。いよ。前よりは楽に切れるようになってるが、まだ根性師とは言えねえな。
準備はいいか？おう！悪いな。俺たちの箱、返してもらうぞ。水の巨像というよりは、水と氷って感じね。対抗するには熱か。ということは、俺の出番だな、ロビンちゃん。ああ、じゃあ行ってこい。そうすりゃ、ぐるま湯の氷漬けの出来上がりだ。ああ？バカにしてんのか、クソ剣士。お前らやってる場合か！負けられねえよな、こんなところでよ。やっと俺の出番か。待ってろ、ディアブルジャンブ、フランバージュシャット！まだいけるぜ。ちょっと、あとはお願い。休憩だ。どうもねえな。行くぞ！俺についてこい！これ食って頑張れ！まずいわね。こいつ、強いわ。よし、交代だ！ミラージュ。うん。グランデ。仲間の力を見せてやる。気が利くじゃねえか。おう、どんとこよ。相手してやる。サンチ君、いただくわ。あ、気が利く な, な、負けられねえよな、こんなところでよ。フランキー、あい、相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。すぐ行くぞ。うっさー、ガールパウンダー。ちょっとは本気出さねえとな。お前を倒す三段はつけてきた。必殺ひまわり星。さすがはやばな。ともねえ。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。これ食ってくれ。ぶちのめしてやるよ。サンチ君、いただくわ。どんとこよ。相手してやる。冗談じゃねえ。こうって、俺から行く。ひまわり星。まだまだ。みっともねえな。言ってなんかいねえぞ。これで元気になるぞ。まずいわね。こいつ強いわ。こんな
動かねえ。行ってなんかいねえぞ。これで元気になるぞ。ちょっとやばいかもな。これで元気になるぞ。なんで私なのよ。センダーチャージ。ウィングアーム。これで元気になるぞ。サンダーチャージ。ウィングアーム。怖くなんてねえぞ。これで元気になるぞ。舐めないでね。センダーチャージ。ウィングアーム。センダーチャージ。ウィングアーム。理由は話せ。これは政府の取り決めだ。従ってもらおう。どうだった？説明もない命令には従えんと言い張りおった。だが出すしかあるまい。バスターコールの指令をな。神の息吹は惜しいが仕方ないだろう。あ、どうかしたのか、アディオ。いや、この石碑が少し気になってな。なんだよ、ロビンだけじゃなくお前もこんなぐっちゃぐっちゃした文字が好きなのか。ははは、悪くない趣味だろ。そういや、お前もぐちゃぐちゃの文字を書き込んでるもんな。文字？ああ、この入れ墨のことか。全然違う感じのやつだけど、エースも背中に書いてたんだ。俺のは一族に受け継がれてきた文様でもあるからな。魂のようなものさ。打ち勝ちたいもの、守り抜きたいもの、何でもいい。絶対に曲げられないことの証明ってやつだ。エースは白ひげのおっさんのドクロだったな。そうか。つまりはそういうことかもな。魂のようなものか。いいな、アディオ、かっこいいぞ。そう思うか。ああ、気に入った。巨像はあと何体いるんだ。島に残った巨像はあと1体のはずだ。よし、もう少しだ。力を全部取り戻して冒険を再開するぞ。
ねえ、メモリアキューブってあんなに安定しないものなの？どういうこと？時々制御できないようになるの？あなたの感情が反映されてるとも考えられるけど、そこまでおかしな状態になるとは思えないわ。そう。不安を抱えているみたいね。本当にいいの？あなた自身、自分のしていることが正しいと思えないのでしょう。でもアディオにも大切な人たちが。まだ時間はある。よく考えて。寝てしまったわ。どうだ、そっくりだろう。こいつはある一族に伝わる文様だ。かつては空島にあって栄華を誇った立派な一族さ。わかるか、俺とお前は同じ一族の出身ってことだ。本当？ああ、しかも俺たちだけじゃねえ。海の向こうで大勢の一族が待っている。この島は俺たちの故郷なんだよ。なぜその人たちはここに来ないの？妨害に遭ってるからさ。このワフルドを守る力が働いているために到達することができないんだよ。力？はは、隠すなよ。神の息吹と名付けられた遺跡さ。安心しろ、別に壊そうってんじゃない。しばらく俺が操れるようにするだけだ。一族をこの島に帰還させるため、神の息吹の嵐による妨害を止めなければならないからな。神の息吹を起こすには、島の危機と判断させるため4つの巨像を倒す必要がある。だが巨像を自ら破壊しちまうと敵対者と認識され、支配者の資格を失う。ええ、そうね。もうすぐこのワフルドに一筋縄じゃいかねえ海賊がやってくる。そいつらをうまく利用して4つの巨像を倒したい。リム、協力してくれるな？アディオは正しいことをしているもの。きっとルフィも許してくれる。準備ができたのなら行きましょう。ちょっと待て、リム。どうしたの？先に飯だ。腹減った。ふう、いつものことだけれど緊張感がないわね。ルフィはどんな時でも食いしん坊なのね。次はどこに向かうの？このキューブはマリンフォードというところのようね。ここはどういう場所なの？俺がエースを助けに行った場所だ。だったらそのエースを助けることがルフィのすべきことね。ああ、そうだよな。な、ルフィ、お前。俺なら大丈夫だ、ウソップ。よし、みんな行こう。
合流した仲間と共に巨像を撃破した麦わらの一味。取り戻したキューブに浮かぶ記憶は彼らにとって辛い記憶だった。絶体絶命の中、ルフィが下した苦渋の決断、それは自称頂上戦争戦乱のマリンフォード。今回はお前らがいる、俺に力を貸してくれ。3人号を手に入れたルフィたちは、航海者たちが集う新世界への玄関口、シャボンディ諸島に到達。この島で天竜人を殴り飛ばすという大罪を犯してしまったルフィは、島にやってきた海軍大将キザルに追い詰められている。必死に応戦をするルフィたちだったが、突然現れた七部海バーソロミュークマの手によって、それぞれ見知らぬ土地へと飛ばされ、麦わらの一味は完全崩壊を喫してしまった。ルフィが飛ばされたのは妙ヶ島アマゾンリリー。この島で女帝ハンコックの信頼を得たルフィは、兄エースが公開処刑されるという情報を知る。エースを救おうとインペルダウンの最深部に乗り込んだルフィ。しかし時すでに遅く、エースは公開処刑のために海軍本部へ移送されていた。ルフィは海峡のジンベエやかつての宿敵クロコダイルたちと共に難攻不落のインペルダウンを脱出し、海軍本部のある地マリンフォードへと向かった。一方その頃、マリンフォードにはエースを救い出すため湾内を埋め尽くすほどの海賊船団が押し寄せていた。これらを率いるのは四皇の白姫、世界最強の大海賊である。迎え撃つ海軍も最高戦力の大将赤犬、キザル、青キジが集結。さらにはもう一つの大勢力、大岡七部海も顔を揃え、白ひげ海賊団と相まみえるのだった。その規模と世界を震撼させた結末から、後に頂上戦争と呼ばれることになる歴史的な大戦、エースの処刑をめぐり、その大乱戦の火蓋が今切られた。強大な戦力がぶつかり合うマリンフォード。白ひげが巨大な津波を起こせば、青キジが瞬時に凍結させる。誰が勝ち誰が負けても時代が変わる、まさに頂上の戦いが繰り広げられていた。そしてルフィたちはエースを救うため戦いの真っ只中についに降り立った。こいつ麦わらのルフィだ。奥越えルーキーだぞ。なんで麦わらの一味がここにいる。いきなりかよ。慌てるな。本部の奴らとはいえただの海兵だ。お前らに構ってる暇はねえ。どかねえならぶっ飛ばしていくぞ。俺たちの力見せてやろうぜ。さすっ帰るぞ。おいおいおい、やべえんじゃねえか。うわー、誰、そう、誰でもいい。これだ。特別に見せてあげる、私たちの絆。大丈夫、これでみんな直せる。準備 OK。 ザンダーボルト連発。まずい。トスは OK。 やってや、そこを動くなよ。いきなり海兵かよ。こいつは頂上戦争のど真ん中だな。聞いてた以
上にとんでもない状況じゃねえか。こんなところにいたら命がいくつあっても足りねえぞ。エース、みんな聞いてくれ、エースはあそこにいる。この戦争でエースは死んだ。ルフィ、この世界は現実じゃねえかもしれねえけど、俺はエースを助けたい。ゾロ、ナミ、ウソップ、サンジ、チョッパー、ロビン、ランギー、向かいはお前らがいる。俺に力を貸してくれ。おう、どけよ。俺たちはエースのところに行くんだ。おお、麦わらの一味、揃いも揃ってどうやってこんな場所まで来れたんだい。しかしシャボンリで拾ったばかりの命をこうもあっさり捨てに来るとは呆れるね。借りっぱなしは気分が悪いからな。返せるときに返しとかないと。若いね。先に行け、ルフィ。こいつは俺たちで止める。ああ、兄貴を助けろ。わしも舐められたもんだよ。好き勝手もここまでだ。麦わら。お前、ケムリ。お前と戦ってる場合じゃねえ。俺たちはエースのところに行くんだ。ルフィ、先に行って。行け、ルフィ。ここは俺たちが何とかする。行って、ルフィ。エースを必ず助けて。すまねえ、頼んだ。待ちやがれ、麦わら。悪いけど、あ、ルフィの邪魔はさせねえぞ。相手が強そうだからって逃げ出すわけにはいかねえ。支援フルーデルフィニウム。よっしゃ。ちょ、まずいわね。こいつ強いわ。ザンダーボルト連発。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。これで元気になるぞ。ありがとう、チョッパ。おう、まだまだ。俺から行く。必殺火炎星。まずい。ロビン、気をつけろ。敵の増援だぞ。ええ、分かったわ。チョッパーも気をつけて。ミラージュ。お前の能力じゃ、ホワイトクロー。お前を倒す三段はつけてきた。止まんねえか。サンジ、これいただく。ロビン、ありがとう。任せろ。ビビってなんかいねえぞ。
かねえよ。ミラージュ。生きがってやがるのも今のうちだ。この程度のやつで騒ぐんじゃねえ。ドスフルール。グロッ。俺だって強くなったんだ。こんなやつに負けねえぞ。これでみんな直せ。気を抜けんな。まだ行くぞ。まずいわね。こいつ強いわ。ミラージュ。生きがってやがるのも今のうちだ。抜けなそうな相手に。これで元気になるぞ。ありがとう。おう。トレインタフルール。気を抜けんな。サンダーチャージ。ウィンドーム。くそ。怖くなんてねえぞ。これで元気になるぞ。ありがとう。おう。生きがってやがるの。ホワイトクロー。ごめん。飯食って力をつけろ。ありがとう。俺が行く。サンジ、これいただく。ロビン、ありがとう。まだ行くぞ。強そうだからって逃げ出すわ。ミラージュ。たまらんな。ありがとう。これは気
気を抜けなそうな相手が。サンジ、これいただく。ルビン、はっ、まずいわね、こいつ。サンダーチャージ、ウィーラーム。生きがってやがるの、ホワイトブロー。お前を倒す三段はつけてきた。使え。ありがとう。まだまだ。これは一筋縄ではいかなそうだ。トレインタフルール。フリッ。俺だって強くなったんだ。こんな奴に負けねえぞ。腹減ったな。ありがとう、チョッパー。サンダーチャージ、ウィングアーム。俺から行く。なんてねえぞ。お前ら無茶しすぎだぞ。まだ行くぞ。サンダーチャージ、ウィングアーム。ふざけんじゃねえ。手強い。みんな気をつけて。トレインタフルール、フリッ。疲れた。たまらんな。トン、アームポイント黒点、ロゼオミチエリめまいが。アームポイント、1番ベリーね。めまいが。それ。怖くな。トン。どけ。